このスバのソシャゲファンタスティックデイズ、このファンが差しを決定したということで、ちょっとだけ語っていこうかなと思います。このファンは2020年2月にリリースされたソシャゲで、まあ、5周年までは届かなかったけど、まあ、大体4周年ちょい頑張ったっていう、まあ、十分長寿のソシャゲかなと思います。プリコネ式のソシャゲで、まあ、このスバ映画から3期まで間を持たせてたという意味では、まあ、すごく頑張ったんじゃないかなと思ってます。ではやっぱこのスバ原作の最終決戦編もやってほしかったなってちょっと思うんだけど、まあ、そこは仕方ないよね。うん。どちらかといえばセシリーお姉ちゃんとアイリスの声優さんを決めたっていうところに価値があるのかなと思ってて、まあ、高尾加納さんがアイリスで良かったと思ってるし、まあ、大体5年も持ってたら、まあ、十分頑張ったと言えると思います。まあ、このスバ3期はまだ OVA が残ってるらしいので、まあ、もうちょっと続きそうな感じはありますし、まあ、リゼロやダンマチみたいに新しいソシャゲが始まるかもしれないし、まあ、今後もこのスバは応援していきたいですね。